ファンケルキッズベースボール、総監督原辰徳です。今年もファンケルさんのおかげで、スタートしました。東広島市からですねスタートしまして、素晴らしい講師、メンバーとともにですね、全国の子どもたち、しっかりと野球を教えて、まあ、野球だけではなくて何かきっかけになってですね、まあ、それぞれの子どもたちに何か力になれればなと、まあ、そんな中でも、やっぱり、甲子園を目指したりあるいは甲子園出場したり、プロ野球に入ったり、まあ、そういう少年たちも出てきてくれると嬉しいなというふうに思います。まあ、8年目ということでですね、もう甲子園にも出そしてプロ野球に入ったそういうふうな選手もいるはずです。まあ、我々も、まあ、高い高度の野球というものももちろん教えますけれども、やはり野球というものはこんなに楽しいんだよと、野球というのはいろんな人に支えられて君たちも野球ができてるんだよと、例えばグラブにしてもバットにしてもボールにしてもそれも大事にしようねと、まあ、そういうことも含めてですね、ファンケルキッズベースボールでは我々子どもたちと接しそして指導していきたいというふうに思っております。今年1年我々も体が動く限り一生懸命汗を流してですね、子どもたちに何かいいきっかけとなることを誓いますので、どうぞファンケルの皆様、このファンケルキッズベースボールというものをですね、温かくご支援していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。